今日はですね、仕事を作る人と作られた仕事をする人というテーマでお話ししたいと思います。えっと、まあ、世の中にはですね、うんと、仕事を作る人と作られた、えー、仕事をする人っていう2種類の人がいると思うんですけども、まあ、先に言っておくとですね、僕はここに上下関係はないと思っています、うんと。作られた仕事をする人がいないとですね、多くの仕事を作る人は食っていけないんで、作ったところでね、それやってくれる人がいないといけないわけで、まあ、基本的にはですね、ここは支え合う関係なんだろうなと思っています。その上でね、えっ、ー、と、それぞれの弱点 でですすねそのの打開策的なももについいて、えー、今日はお話し,したいんですけどもまず、うんとね、仕事を作る人の弱点は何かなって考えたときに、まあね、あんまり見当たらないんですけれども、一つあるとしたらですね、うん、と特に組織を作らず、一人でも、一人でね、えー、何でもやれちゃう人が、一人であれやこれやとやった先に、ある地点で、えー、停滞あるいは加工するっていうですね、インフルエンサーフリーランスあるあるですね。これよくあるんですよ。 えっとね、屋台のラーメン屋さんとかをイメージしていただけるとわかりやすいと思うんですけども、一人でね、ラーメンを、えー、開発して、で、屋台を引いて販売して、で、人気店になったらぶっちゃけですね、向こうしばらくはですね、人を雇わなくていいんですね。一人で何でもやれちゃうんで、スタッフを雇う方がコストがかかっちゃうんで、もう一人でやれるので、一人でやっちゃいますっていう判断をするんですよ。もちろんそれはですね、体力があるときはそのまま突っ走れますが、体力はどこかで必ず落ちるんですね。で、その時に打つ手がないんですよ。 厄介なのは体力がある時期が意外と長いっていうことですね。体力っていうものが半年ぐらいでね、枯れ始めるものならば、ワンマンプレイはまずいなとなるんですけども、意外と持つもんだから、このままの形でずっといけそうな気がしちゃうっていう。で、これをですね、そのまま今のインフルエンサーさんとか、まあフリーランスで活動されている方に置き換えていただきたいんですけども、ワンマンプレイでブイブイやれていた人がですね、あるタイミングで急にしぼんでいくことって結構あるんですね。 個人の体力の問題もあるし、それこそインフルエンサーだったら、えっ、ー、と時代はですね、次の時代の生きがいいインフルエンサーさんを選ぶので、えっ、ー、と、イストリ合戦の回転が早いっていうのはありますよね。じゃあ仕事を作る人はどうすればいいか。もう結論ですね。 組織を作るっていうのが、ま、妥当かなと思っています。まあ、厳密に言うとですね、仕事を作れる間、影響力がある間にですね、持続可能な組織を作るということですね。これもむちゃくちゃ重要になってくるんだろうなと思います。で、次にですね、作られた仕事をする人についてお話ししたいと思います。えー、作られた仕事をする人の弱点は、これ言うまでもなくですね、受け身だっていうことですね。 まあよくもいろんな会社でいろんな従業員の方が、労働者の方がですね、受け身になるなって上司に言われたりしてると思うんですけど、まさにそこですね。受け身っていうのはむちゃくちゃ弱点であると。当然ですね、この受け身であるとですね、時代がその人の仕事を剥がした時に、引っ剥がした時にさ、その人は仕事を失っちゃうんですね。例えばコロナが来ました、緊急事態宣言が出て、お店にお客さんが来なくなりました。 これね、仕事を作る人はそんな時でも、じゃあこっちの方向から攻めるかとなるわけですけれども、作られた仕事をする人っていうのはなかなかそのマインドにならない。でもそうも言ってられないので、自分でね、仕事を作ろうとするもののですね、普段ですね、仕事を作るという意識で生きていないから、かなり当てずっぽうのですね、ビジネスを立ち上げてしまって、で余計に赤字を増やしてしまって、あとは、えー、んすればドンするで、もう悪循環ですよね。これはもうコロナ禍でね、本当によく見たこういう人。 やっぱりね、普段から仕事を作るっていう意識で生きている人は、あ、これもしかしたら仕事になるかもっていうアンテナを常に貼っていてですね、そして必ずですね、細かい検証実験を繰り返しているんですね。それで、ああ、これは仕事になると思ったけど、意外とうまくいかないんだなとか、ああ、これ、そこまで期待してなかったけど、意外と需要があるんだっていうデータを取る。これを普段からやっていないですね、作られた仕事をする人が立ち上げる企画っていうのはもうシンプルにですね、雑なんですね。 もう雑なの。よくあるのが、えー、と、世の中にないこんなビジネスを思いつきましたっていうやつですね。いやいや、それは多くの人がそのビジネスを思いついて仕掛けた結果、世の中がいらないって判断して、今世の中にないだけですよ、みたいなことって、全然ある。でも、えー、普段から仕事を作るアンテナを立てていない人は、そんなことを知らないから、自分が天才的な発明をしちゃったって思っちゃうんですね。これまずいですね。じゃあ、えー、作られた仕事をする人はどうすればいいか。 天才が来たら、あるいはグローバル企業が攻め込んできたら一発アウトなのか。そうじゃないと思ってて、これも結論はですね、作られた仕事をする人であろうと、普段から仕事を作るという意識を、えー、もっと言うと、何が仕事になるのかという疑問をですね、持ち続けるしかないと思ってます。朝起きて出社してタスクをこなして帰宅して寝るっていうですね、この生活サイクルの中に少しでもね、仮説を立てて仕事を作って検証するっていう、えー、作業を差し込むと。そうするとですね、 自分の頭で考えた企画のほとんどが外れるっていうことを知るんですよ。全然うまくいかないですよ。企業というものは。ほとんど外れるじゃんっていうことをその時知る。その時ゾッとすると思います。あ、私はこの作業を仕事を失ってからようやくやろうとしてたんだ。危なすぎんじゃんっていうことを <laughs> その時知ると思います。 なので、作られた仕事をする人であろうと、仕事を作るという意識は、もう絶対に持っておいた方がいいと思います。これね、本当に、失ってから気づくというやつでですね、ああ、あの時言われたことをやっとけばよかったっていう、もう典型的なパターンです。なので、おせっかいかもしれませんが、今があの時なんで、えー、今日からやってみてください。というわけで、今日は、仕事を作る人と作られた仕事をする人というテーマでお話しさせていただきました。